ちら、もしもよろしくというか、もしも始まります、よろしくお願いします。加藤、はい、おはようございます。加藤大臣です。まあ、昨年もチームでリハビリとかさせてもらいましたけど、まあ、今年は本当にチームの力になれるように、頑張ります。よろしくお願いします。柏レッソから来ました神谷裕太です。裕太と呼んでください。よろしくお願いします。徳島ボルティスから来ました岸本武です。よろしくお願いします。福島アントラーズから戻ってきた白崎亮平です。チームの目標達成のために全力を尽くすのでよろしくお願いします。相模原からメンタルバックしてきました岸本です。チームのために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。筑波大学から、加入しました山原レオンです。自分の特徴を精一杯出して貢献したいと思います。よろしくお願いします。静岡学園から加入しました川谷凪です。よろしくお願いします。ユースから昇格しました千葉寛太です。全力で頑張ります。よろしくお願いします。ユースから昇格した菊池太です。よろしくお願いします。甲子園から清水に復帰しました栗原ジュニアです。ジュニアって呼んでください。甲子園は相当なことを思ってます。よろしくお願いします。北九州から来ました高橋大吾です。よろしくお願いします。はい、ありがとう。新入団の皆さん含めて本当に今年一緒に戦いましょう。私の方からは念頭にクラブスタッフ全員に話したことと同じことを話したいと思います。今年 の, クラブとしての目標、これ非常にチャレンジ難しい目標ですけども、一つが優勝すること、まあ、タイトル獲得、もう一つが満員のスタジアムを実現するということ、どっちもむちゃくちゃ難しいです。まあ、一つ目 の, 優勝については、まあ、去年も言いましたけれども、残留争いしてからといったら、可能性がないわけです。野球の例言いましたけど、2年連続最下位のチーム、セ・リーグもパ・リーグも2年連続最下位のチームが優勝して日本一になると、我々が優勝できない最大の敵というのはそんなの無理だとか、いやそこまで優勝争いできればいいやぐらいで思ってるその気持ち、これが最大の敵、最大の壁だと思います。自分でもうハードル決めちゃってる、そんなことやったら絶対優勝できないと思います。表現方法は皆さんリアリストだったり保守的だったり有言実行の人がいるんで、まあそこはいいです。でも絶対にこう最後まで諦めない、勝ち抜く戦い抜く、この気持ちだけは皆さん持ってもらいたい、約束してもらいたい、覚悟を決めてもらいたいなというふうに思います。でもう一つが前のスタジアム、これは言うのは簡単でなかなか難しいです。これはもう詳細はこう割愛しますけれども、クラブ本当にもう総力上げて、もう招待だろうが何だろうが、とにかく前にして、これでチームの背中を押すと、終わりの去年の終わりの2試合ぐらいは本当満員、実質満員だったんですけど、やっぱりああいう雰囲気でチームを後押しすると、今クラブのトップチーム以外の人たちみんなそう思ってるけど、我々にできることって何だろうかと、スタジオ満員にして応援することだというふうに思ってますので、これはやっていきたいと。でまあこう言いましたけども、でもこの言うだけじゃ絶対実現なんかできない、もう皆さん精神論で勝てるような甘い世界じゃないですし、願望というのは何の戦略でもないですし、もう成功というのは偶然なんか絶対起きないですね。事前に本当にきっちり準備して、プロセスしっかりして、細かいところにこだわってやらない限り絶対実現できます。ここが一番大事なところで、やりますやります、優勝します、前にしますって言うのは非常に簡単なことです。で、できませんでしたと、そんな軽いものじゃない、何をやるかって、これもう一番大事なところなんで、そこは本当に皆さん細部にこだわって徹底的にやってもらいたいと思います。細部に鍵を宿ると思います。皆さんサッカーでこの人生かけてやってきたと思いますけど、サッカーで夢掴んでもらいたいと思います。サッカーで自分自身で自分の夢叶えてもらいたいと思いますので、一緒に夢を叶えていきましょう。今年1年よろしくお願いします。
で先ほどね、社長、DM が言った目標を目指す、達成するためには、やはり一人一人がしっかりと高い意識と志、そして日々の成長、これはもう欠かせないと思うので、この辺をね、まずしっかりと意識すること、そして最後に DM が言ったように、結束力、この辺もすごい大事なことになってくると思うので。まあ、キャプテンって言われて、まあ、キャプテンなんですけど、僕が理想とするキャプテンは、まあ、楽をするわけじゃないですけど、僕が何かをしなくても、何をしなくてもいいようなチームがいいチームなのかなっていうふうに思っています。実際に今僕自身、今度月末から中旬か、来週からも日本代表の活動に行って、僕自身最終予選も残る気なので、そうなるとチームへの合流は多分開幕の3日前、4日前になってしまいます。で、さっき平岡さんに、監督にそうやって言われたときに、その間に僕よりも、あ、こいつの方がキャプテン、今年覚悟を持ってやってて、こいつの方がキャプテン任せられるなって選手がいたら、どうぞ変えてくださいって言ってあります。なので、まあ、副キャプテンの話もそうですけど、僕がいない間に、じゃあ、なんすかね、で僕がいないから声が出ないとか、まあ、そんなことは絶対ないと思いますけど、そういうのはもうみんなでやっぱいいものを作っていく。で、最後、もし例えば何かがあったときに、責任を取るのは僕はキャプテンの仕事だと思っているので、もしみんなの中でいろいろうまくいかないことがあって、じゃあ例えばルールが守れないことがたくさん増えてきたりとか、さっきマニフェストありましたけど、あれがピッチ内にみんなが体現できないことが、僕がキャプテンをやっていることでそういうことが起きるんだったら、僕はもうその時に即キャプテンを降りようっていうふうな覚悟を持って、逆に僕はキャプテンを務めようと思っているので、本当それはみんながより気持ちよく強いチームになるためのキャプテンであり続けられるように頑張るので、よろしくお願いしますというか、みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。本当にそれ以上にこうリーダーシップを持った選手が出てきて、やってくれる人がいれば、俺は変えたいとも思ってるし、一人一人がそういう自覚を持って、行動してもらいたいと思っているので、まあ、行動、言動だね、言動をしてもらいたいと思っているので、意識してください。ではこの後ピッチに出て、みんなわからない人もいるかもしれないけど、一回全員集まって円陣を組んだ後にそこからスタートするんで、まずみんなが集まって円陣して円陣組んでスタートで、今日ファンサポーターが入ってるんで、そこに挨拶してからこれ、じゃあみんな元気にいきましょう。おはようございます。お願いします。おかえり。お願いします。お願いします。おはようございます。頑張って。今日は初練習終えていかがでした？いやいい雰囲気で楽しくできました。どうですか、美穂の
感じ。いや本当もう来る途中あの富士山とあの海をあ綺麗やなって思いながらあの気分よく来ました。毎日見てると意外と飽きてくるんで。ですよね。俺もそう思いながらこの景色を見慣れるやろうなと思いながら来ました。雰囲気どうでしたチーム。いやすごくいいと思う。もう仲いい人とかできました。まあ、これからっす。結構明るそうなんで、はい、なんか溶け込むのはうまそうだなと。どうですかね、まあ、もう分かんない。じゃあサポーターの皆さんにちょっとメッセージを。そうですね、今度早く溶け込めるように頑張りますので、あの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。あの去年は強化指定として入ってましたけど、まあ、本当に加入して初練習どんな感じですか。まあ去年から行ってたんで、去年からすごいあの一緒にやってた選手が多いので、まあ溶け込んチームに溶け込むってところには、まあ、あの、まあ、僕緊張しがちなんですけど、そこに関してはちょっとあのそのマシだったかなと思うのと、初練習で僕公開練習が初めてだったので、なんかすごい雰囲気良くて、たくさんファンの人たちが見てくださって、うん、はい、楽しかったです。まあさらなる去年も出てましたけど、今年の意気込みいいですか、最後いただいて。まあもう今年去年以上の活躍というところで、まあ、正直去年自分全然出はしましたけど、満足なプレーというのは正直できてないので、全試合に出場して全試合活躍できるので、そういうタフな選手になれるので、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。今日初練習、はい、いかがでした。いやなんか慣れない練習で難しいです。ここから慣れていくしかないなっていう感じです。初めてサポーターの皆さんと前で練習しましたけど、はい、雰囲気的にどんな感じ。いや、まあ、そっちよりももう他のチームの選手に言われるあれの方が怖いんで、あんまもうサポーターはまあ意識せずに自分のことだけ集中しました。そんな気にするタイプにも見えないんだけど、はい、まあ、あんまでもまあ静学の時こんないなかったんで、まあ、緊張とか結構しましたけど、まあ、まだ慣れない環境なんで難しいです、はい、サポーターの皆さんに最後一言お願いします。今年1年、頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。どうでした、初めての練習。楽しかったです。本当簡単な言葉かもしれないですけど、本当に楽しいっていう一言でした、うん。チームの雰囲気はいかがですか。まあまだちょっと新加入の選手がまだ溶け込めてないかなっていうのはあるので、うん、まあでももともと在籍している選手から声かけてくれたりとか、まあすごく僕もなかなか話に行けないタイプなので、そうなんですか。そうです、話してくれるとすごく助かります。今日皆さん来ていただきましたけど、エスパルスのサポーター、まあ、ちょっと分かんないかなと思うんですけど、イメージ的にどんなイメージですか。いや暑いです、去年試合した時、まあ、サポーターの前でちょっと誰か倒れた時にすごいブーイングだったので、うん、まあ、それが味方になるっていうのはすごく頼もしいなっていう、うん、練習場から富士山見えますけど、はい、結構幸せですね。行きも海、右手に海で左手に富士山っていう素晴らしい光景。朝から気分上がります。意外と見慣れるんでね、はい、気をつけてください。でもその初心の気持ちを忘れずにやっていきたいと思います。じゃあ最後にサポーターの皆さんに一言だけお願いします。そうですね、やっぱりこう
僕たちは一生懸命、戦いますし、それを応援してほしいっていう気持ちだと皆さんそうだと思うので、ぜひ大きな声援は出せませんが、応援をよろしくお願いします。まずはお帰りなさい。どうでした？あの相模原移籍して、やっぱりこう最初の試合から使ってもらえたので、試合に出るっていう楽しさだったり、逆にそのピッチに立つ覚悟っていうところでは、まあ、いろいろこう経験させてもらえて、まあ、チームとしてすごく申し訳ない結果にはなってしまったんですけれど、やっぱり、そこで得た経験を生かして、どんどんこう、まあ、その相模原の皆様に、いい結果が届けられるようになれば、それが一番恩返しだと思うので、そこにこだわってやっていきたいなと思います。今季の意気込みとサポーターの皆さんへ一言お願いします。はい、まあ、去年はこうピッチに立つ姿っていうところでは、まあ、見せることができなかったので、まずは、ピッチに立ってこう皆さんの前で、堂々とプレーできることを目標にしています。あとはその中ではやっぱりプロ初ゴールがまだないので、初ゴール取れるように頑張っていきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。まずお帰りなさい。ただいま帰ってきました。どうでした？今日ですか？北九州の。北九州は楽しかったです。だし寂しかったですけど、でもやっぱりなんだろうな、みんなサポーターの方もいろんなところに応援に来てくれてたので、清水のサポーターはその皆さんのためにまた頑張ろうかなっていう気持ちでもう入れ替わってます。久しぶりの美穂練習場いかがでした？やっぱ最高っすね。気持ちいいし綺麗だし帰ってきたなっていう感じです。じゃ今季の意気込みとサポーターの皆さんに一言お願いします。やっぱり僕は北九州でたくさん育ててもらったので、それを僕が上で活躍すればするほど北九州の方にも恩返しになると思うし、ここの皆さんにも恩返しになると思うので、はい、試合出てたくさんゴール決めて人気奪っちゃおうかなって思ってます。サポーターの皆さんにいかがですか？さっきも言ったけど、たくさんの応援も今までもしてもらってたので、まずありがとうございました。これからも若い子たちに負けないように、僕より若い子たちの人気も奪っちゃおうかなって。あ、それね、はい、それこそね。はい、思ってるんで頑張ります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。そうですね、やっぱりこう懐かしいなという思いと、まあ、本当にメンバーもほとんど変わっているので、帰ってきたというよりはこう加入したというような気持ちですし、まあ、こう気持ちも引き締まるなと思います。ここまでこう練習場まで車で来ている道のりだったりとか、こうこの景色だったりとか、まあ、そういうのは本当に自分のプロとして始まった場所ですし、すごい思い入れがありますし、ここでもう一回こう自分自身強くなってチームを強くしたいという気持ちはあります。ここに帰ってきてからも
こう、まあ、若い選手も多いですし、まあ、求めるところは求めていかなきゃいけないし、まあ、自分自身まだまだ成長したいですし、もっともっとやっぱり上を目指しているので、まあ、その成長するっていうところと、まあ、得た部分っていうのはいろいろあるので、まあ、それはピッチで示していければいいかなと思います。知らない選手も多いので、まあ、まず多くコミュニケーションを取ることで、チームがやっぱりこう一体となって目標に向かってやっていかないとやっぱり成し遂げれないと思いますし、まあ、チームとして厳しさと楽しさとっていうところをしっかり求めながら、いい雰囲気で怪我なく全員がやっていければいいかなと思います。まあ、やっと始まる、まあ、まだ全員は揃ってないですけど、まあ、チームとして、まあ、今日はお客さんもたくさん来てくれましたし、まあ、やっと始まるなっていう印象です。まあ、勝ち点だと思います。もう、やるサッカーがどうとかじゃなくて、とにかく僕らにはあの結果が必要ですし、とにかく結果から逆算したプレーだったりとか、まあ、全て必要になってくるので勝ち点が必要かなと思います。まあ、とにかくみんなで一つのことに向かってしっかりやることかなと思います。それが見せれたのが終盤のところだと思いますし、それがね、技術とかっていうことじゃないところ、やっぱそこが僕らが見せれた結果が終盤やっぱりしっかり見せれたので、そこを何ていうんですかね、言葉で表せない部分っていうのを大事にしてやっていきたいなと思います。そうですね、私自身ここ2年間、コーチとして、まあ、不甲斐ないというか、しっかりとサポートできなかったことには今でも後悔というか、申し訳ないと思っているところもありますけども、まあ、前に進んでいくしかないので、まあ、ピーターさんのいいところ、そしてロティナさんのいいところをうまく融合しながら、私のエッセンスを加えて、エスパルスらしい、清水らしいサッカーができるように日々トレーニングしていきたいと思っています。ゴールを目指すサッカー、ワクワクするサッカー、それが、清水のこの土地というか土台に土壌に合っているのかなというふうに思っています。個人で突破するところもあるかもしれませんけども、組織で、相手を崩していく、パスで崩していく、それも一つの方法かなと思っているので、まあ、その辺の手段も含まれながら、目的と手段を間違えずにやっていきたいなと思います。そうですね、今日本当に公開ということで、また期待してくれてるサポーター、ファンサポーターの方々が多く来てくれて、改めて本当に責任感を感じている、その中で、やっぱり期待に応えられるように、自分のできることを全力で尽くしていきたいなと。
ね。